会見を始めます。はじめに知事から発表がございます。よろしくお願いいたします。まずは、令和5年度の9月補正予算案がおおむね取りまとめられましたので、その概要をご説明いたします。なお、詳細につきましては、追って総務庁の方からご説明をさせていただきます。まずはですね、この度の台風によりまして、被災された方々に対し、心からお見舞い申し上げますとともに、被災地の一日も早い復旧、復興をお祈りを申し上げます。また、発災直後から災害対応に当たっていただいております関係の皆様、ボランティア、NPO の方々に対しましても、心から御礼を申し上げたいと思います。今回の補正予算では、台風7号被害にかかる災害復旧、これは特に早期復旧に向けて必要な予算を緊急に編成したところでございます。その他、長引く物価高騰への対策、それから京都産業の活性化など、時期を逸することなく対策を講じることとしております。で以下、内容のご説明に入ります。まずは災害復旧でございます。今日たまたま100年前の今日、関東大震災が発生いたしました。また70年前、京都府内では山城水害が発生したところでございまして、我々過去、長い年月、自然災害と戦ってまいりましたけれども、今後とも国、京都府市町村、そして地域の皆様、力を合わせて、災害に立ち向かっていかなきゃいけないというふうに考えております。まずは被災者の生活再建支援でございます。これは発災直後、直後というか、これ、発災途中ですね、多数の者が生命、または身体に危害を受ける恐れがあるということで、速やかに災害救助法の適用を決定いたしました、15日に決定いたしまして、14日から適用しておりますが、福知山市、舞鶴市、綾部市の3市でございます。その災害救助法に基づくものとして、急の救助活動費に1200万円規模ということで、これは避難所の設置とか障害物の除去等にかかる費用でございます。でその真ん中の段は、これは特に速やかに実施をしたいということで、帰結のすでにあります地域公共プロジェクト交付金によりまして、被災地で支援を行います NPO 等の支援につきましては、帰結予算で対応するということ、それからもう一つはボランティアの皆様をすでに8月18、センターは18日から運営しておりますが、26、27日と、ボランティア派遣バスの運行なんかしておりますけれども、これにつきましては予備費の対応ということで、補正予算の編成を待つことなく、緊急に対応しております。最後の課題は災害援護の資金貸し付け事業費ということで、300万円規模でございます。次に、農業者、中小企業者への復興支援でございます。まず上段、農業者等営農継続支援事業費、2300万円規模でございます。これ、パイプハウスの被害とか、あと、農産物にも水道等の被害がございます、それから鳥獣の侵入防止策もかなり傷んでいるということで、こうしたものの復旧、復興に対して、できる限り早期の営農が再開できるように支援をしてまいりたいと思っております。課題は中小企業等復興支援事業費1700万円規模でございます。これは被災した設備の更新とか、機器の修繕など、これも早期の事業再開。また売上の回復を支援をしたいというふうに思っております。ちなみに農業者も中小企業者に対しましても、発災直後の8月16日、翌日には相談窓口を設置をいたしまして、要望等を聞くということから始めさせていただいております。それから次が、社会基盤、文化財等でございますが、まずは土木施設等、土木施設の災害復旧事業費でございます。29億円規模ということで、これ上にあります金越地頭線、これは被災しまして、舞鶴市の桑貝上地区が、
で孤立集落発生しました。また綾部でも孤立集落発生しました。これにつきましては応急対応ということで、すでに速やかに解消を図ったところでございます。被災した道路の復旧に取り組むほか、特に大きな被害が発生しております宇谷川につきましてもしっかりと予算措置を講じていきたいというふうに思っております。ちなみに南の方でも流れ橋等も流出をしておりまして、こうしたものの復旧等に取り組んでいくということでございます。それから農林水産施設災害復旧事業費ということで、これ林道それから農地の被災もありますし、これ、田んぼの乗り面崩壊等もございますが、こうした施設の復旧、それから真ん中災害関連緊急地産事業費 3.8 億円規模ということで、被災した荒廃産地の復旧等を支援するというものでございます。それから一番下、森林防災機能強化事業費、これにつきましては、今回の災害、一つの特徴でありますけれども、倒木とか、伐採した木材、危険木が流出したということで、下の川が埋まったりということがあるんですけれども、まだ残っているものもございまして、次の雨に備えて、再度災害防止のための施策を実施するということで、これにつきましては、京都豊かな森を育てる不民税事業を活用して、対応するものでございます。1億円規模でございます。それから次、行き過ぎた。文化財の災害復旧事業費1100万円規模でございます。府指定5カ所、未指定7カ所ということで、被災した文化財、市伏神社とか旧長島家住宅でございます。加担は自然公園等災害復旧事業費2300万円規模ということでございまして、利用者の安全確保もありまして、景観保全等ということで災害復旧事業を実施するものでございます。ここまでが災害復旧でございます。いずれにしてもまだ出水期であります。これからも台風等の被害が予想されますので、どうか府民の皆様には災害時の避難経路とか持ち出しバッグ、それから備蓄の物資等につきましてはご確認をいただいて、自然災害への備えをよろしくお願いしたいと思っております。今回の7号被害の災害復旧もちろんでございますけれども、今後の災害の未然防止のためにもしっかりと取り組んでまいりたいと思っております。次は産業関係、まず物価高騰への対策でございます。上段中小企業経営改革支援事業費5億円規模でございます。物価高騰の影響を受けておりますし、それから賃金引上げの環境整備も求められている中小企業でございまして、そこで生産性の向上と高付加価値化を同時に実現するような取り組みに対しまして補助するものでございます。例えば下に例があります。工作機にロボット機能を付加して、省人化ですね、省力化と精密加工を同時に実現するとか、さまざまな組み合わせがあると思うんですが、ハード対策からソフト対策まで幅広く支援してまいりたいと思っております。それから課題は農林水産業経営改善支援事業費ということで、これは生産コストの削減とか高付加化につながるような省エネ機器の導入等ということで、6月補正で、3億5000万規模の導入しました。非常に需要が高くて、大規模な農業だけじゃなくて、中規模小規模の農業者からの申請も非常に多いということで、これにつきましては6億円規模追加ということで、合わせて 9.5 億円規模で実施をしてまいりたいと思っております。次が物価高騰対策の中で子どもさんの関係でございますけれども、非常に物価高騰によりまして運営コストが増大しております。私の保育園幼稚園の取り組みを支援ということで、例と書いてますが演奏会ですとか、子どもたちの創造力好奇心を育むような積み木本等の充実ということで、子どもたちの豊かな感性表現力を育む取り組みを支援してまいりたいと思っております。それから課題は京都子どもの城特別支援事業費600万円規模でございます。
これにつきましては夏休みのイベント支援について6月補正で措置出しましたけれども、クリスマス会とかお正月等のイベントの開催を支援するものでございまして、これにつきましては12月補正で対応する場合もございますけれども、準備等もありまして、今回9月補正で措置することといたしました。なお物価高騰対策につきましては、岸田首相も負担軽減策について継続する意思を表明されておられますが、まだ現時点では具体的な取り扱いについて示されてないということで、今回の補正予算にはその岸田首相が考えておられる対策についての受けの補正予算は計上しておりません。これは当然ですけど、詳細が明らかになれば内容精査の上、速やかに必要な対策は講じてまいりたいと考えております。2番目が京都産業の活性化ということで、産業創造リーディングゾーンの加速化事業費ということで、共同研究新商品開発等の好機を生かした産業創造リーディングゾーンの推進ということで、今回はアート&テクノロジービレッジ京都、今年の10月オープンということで、そのオープンに伴いまして交流会等も行われます。そうした取り組みへの支援でございます。真ん中、京都フードテック基本構想の推進につきまして、10月に京都フードテックエキスポ2023を開催いたしますが、その時にそれに合わせてですね、中食向けの新商品開発サービスの開発等を支援するとともに、シンポジウム等の開催の経費もございます。3つ目は渦巻メディアパークの推進ということで、これは投資家とか企業家支援ということで、スタートアップのピッチ会を、渦巻メディアパークにおいて開催したいということで、そのための経費でございます。それから次が伝統産業海外販路開拓支援事業費1000万円規模でございます。これはこれまでも取り組んでおりますけれども、共有前サリーということで、サリーの本場のインドでの需要創出の支援と、それから下、羽織ということで、和装の中ではさまざまなファッションに応用が効くというか、上に羽織れるということもありまして、この羽織を中国、それからベルギーでの展示会に出展するということでの PR 費用でございます。花壇は、京物ブランド輸出拡大事業費1000万円ということで、海外における京物の認知度と、商材としての訴求力を向上させて、さらなる輸出拡大を図るということで支援するものでございまして、香港におきまして、京物のフェアを開催するための経費でございます。それから次、文化芸術体験機会創出事業費5000万円規模でございます。これは子どもたちが古典芸能を含めたさまざまな文化に触れ合う機会を創出するということで、解説付きの鑑賞等を無償または安価で提供する文化団体等を支援するものでございます。花壇は植物園100周年記念事業費900万円規模ということで、来年の1月1日に植物園開園100周年を迎えるにあたりまして、各種のイベントを開催すると同時に、平成28年に協定を締結しておりますシンガポールの植物園と連携したラン温室のでの展示の強化のための費用でございます。それから次が京都産水産物等販売促進事業費500万円規模ということでございます。いくつか内容ございますが、まずは先日の会見でも質問出ておりましたけれども、京都産の水産物の海外販路拡大ということで、特に輸入規制等のない国においての販売促進、また商談会を開催するものでございます。しかし次のが福島産水産物の消費拡大需要喚起ということで、農林水産フェスティバルで福島産水産物の応援販売 PR ブースの設置、時期としては11月下旬を開催を予定しております。また福島産の水産物を使用した新商品開発等も支援してまいりたいと思っております。
それからこれ京都産、福島産共通でございますけれども、水産物の消費拡大に向けた PR ということで、実施をしていきたいというふうに思っております。以上が中身でございまして、全体の規模としては令和5年度の現金予算が1兆飛び399億円、今回の補正予算54億円台ということで、令和5年度の補正後予算額につきましては1兆飛び453億円台ということでございます。比較で申し上げますと、令和4年度の9月補正後予算との比較で言いますと 94.7% ということで、これいつも言ってます、時短協力金については非常に変動幅が多いのと、予算の編成する年度が結構またがったりして、比較がかえって混乱するということで、時短協力金を除いた額でございますが、令和4年度の9月補正後に比べると 94.7% ということでございます。私の説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。